気仙沼市立南気仙沼小学校は、宮城県気仙沼市南郷地区にあった、市立小学校。平成23年4月現在の児童数は210名。ユネスコスクールに指定されている。1967年、気仙沼小学校から分離する形で開校。1学年から6学年まで、各2学級のほかに、特殊学級の青空、ひまわり学級がある。 近くには大川が流れている。そのため、気仙沼市の小学校で一番津波被害が大きかった。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震の津波の影響で校舎1階が水没、生徒や親などを含む400人ほどが一時孤立した。同月十三日には校長室の金庫に保管されていた卒業証書を使って卒業式が行われ、 4月の新学期より、気仙沼小学校の秋教室で学ぶこととなった。2011年夏以降は、日本ユニセフ協会の支援による学童保育施設が、気仙沼小学校の校庭に、高級施設として建てられることが発表されている。2012年3月をもって、気仙沼小学校と統合し完全閉校。45年の歴史に幕を下ろし、校舎は解体された。 跡地には2015年3月に同志発の災害公営住宅、市営難合住宅が全面完成し、現在に至る。ありがとうございます。